今日はね、めちゃくちゃ天気がいいからね、人もいっぱい来てにぎわってます。みるみるランド、はい、ではナッツ RV さん見ていきましょう。なんかいつもね、ナッツさんってボーンって大きいやつをなんかいろいろやるんですけど、外だから、そう、旗が立っているのみなので、今回ちょっとシンプルかな。はい、こちらリークです。リークはね、ここのサイドが出てるのがすごい特徴なんですよね。で、この分中が拡張されているので広く感じると思います。こちらハイエースロングかな、スーパーロング、スーパーロングじゃない、大きいもんね、かなりね、感じです。リック2、468万500万切る感じですね。中を見るとこのように、はい、シンプルです ね、リビングがあって、で両サイドにあの収納がザッザッとついてるのがいいなっていうのと、やっぱり向こう側に出てるので、うん、このリビングが意外と、ね、広く感じる。広いよね、横幅がやっぱり大きいよね、うん、大きいです。割とゆったりできる。そうそう。でこちらがね、もう入ってすぐキッチンスペースになってます、うん。でちょっと後ろからね、寝ているところも見たいなって思うけど、後ろのベッドはこういう感じ。やっぱ横幅大きい。ありますね。これ横に寝れるんじゃないかな。私だったらいけそう。ね、寝れるよね。そう、2メーターの人はきついかなって。で下のここのスペースもかなり広いから荷物もいっぱい入る。でサイドもね、いっぱい収納が収納が多いね。ですね、かなり詰めます。下もあるし上も収納あるし、空間がとにかく広いっていうのがリーク2。こちらクレソンボヤージュ、エボライトついてるタイプですね。でバンクベッドあって、大きな窓がついていて、カムロードです。これが標準のカムロードが今読めなかった。カムロードが読めなかった読めなかった KM なんとか、はい、クレソンボヤージュエボライトタイプ X ですね。あ、後ろにリアベッドが出てる感じで、リビングがあってバンクベッドがあるタイプ。その値段639万5000円。これ何人乗りの中ちょっと覗いてみましょう。はい、はい、豪華なキャブコンですね、本当に。後ろのベッドスペースがすごい広い、ね、横に入れれるタイプですね。そしてなんと日立の白熊くんがねついてるのが、うん。でここがキッチンスペース、行きますよ。じゃじゃん、ここはシンクかな。シンク出てきました。はい、シンク出ました。シンクです。で冷蔵庫もかなりね、大きい冷蔵庫が、あ、大きい冷蔵庫、はい、はい、大きい冷蔵庫、大きい冷蔵庫ついてますね。ここには収納スペース、収納棚もいっぱい。お、これアップ、あ、ここにレンジがあります。おー、レンジも入ってて、そしてこちら側が、はい、この上もね、ここもかなりね、広い収納。そうなんですよ、ここすっごい広い収納だし、でね、上のライトもすごいおしゃれだし、うん、ファンもついてますし、はい、めっちゃ快適にくつろげます。快適ですね、広々。窓も広いし、そうなんですよ、はい、そしてバンクベッドも広いし、はい、こちらにはバンクベッドになります。バンクベッドもかなり奥まであって広いですね。でここまでね、今出てる状態なんですけど、もう少し押し込めるので、このウォークスルーがすごくしやすい感じかなと思います、はい。でキッチンね、拡張できるんですよ、こうガチャーンってやって、こういうのもね、うん、いいよね、いい。はい、こちらはスピーナケーキャンです。ポップアップします。お値段239万円と、すごいね、かなり手頃な値段でこれが買えちゃうっていうのがいいですね。ですね、ポップアップしてるし、はい、こんな感じの割と広い空間になってます。ですね、もう2人だったら余裕で行けるかなっていう。これポップアップしてるから4人でもね、うん、寝れますけど、本当やっぱり優秀だと思います。あ、どうもこんにちは。どうも、はい、埼玉でお会いして、あ、ありがとうございます。また見に行きましょう。
もう外国から帰ってきたんですか。帰ってきました、はい、帰ってきました。だいぶ前に帰ってきてました。だいぶ前だったのね。痛い痛い、あっちでパーツ屋さんを手伝いしてました。突然走ってきた。どうもどうもどうも、やったー、こんなとこで。こんにちは。いやいやいや、びっくりした今急に走ってきた。いや、なんかあそこでさ見てたらさ、あ、いるじゃんいるじゃんとかって思って、そう、今日ねパーツ屋さんでパーツ屋さんのお手伝いです。お手伝いの社長してます。そうです。うん、なんかね、今日すっごい天気良かったよね。そう、今日バッチリ、ねえ、バッチリ。今日会えるって知らなかったから私も知らなかったです。ありがとう。再会って。そう、ちょっとじゃあパーツ屋さんの方に行きましょうか。びっくりしちゃった、ドキドキ。相変わらずのこのハイテンションでね、近づいてきてハイテンション、走ってきてる。あ、ロータスのね、こちら RV パーツセンター。はい、そうそうそう、これこれ、覚えてる、これ覚えてる。これね、使いました、ね、ナオミさんのところで、ね、すごい使ったの。プロライトで、これ便利なんですよ。そう、で、ロータスのところに、まあ、ちょっと入れさせていただいて、ね、で今回今日は、まあ、私のトレーラー出てないから、だから、まあ、ちょっとお手伝いに来てるんで。ゆきさんお元気そうですね。いや、お元気ですよ。もう本当カナダではお世話になりました。いやいや、ありがとうございました。とんでもないです。でもね、本当ね、もう全部ほら完結したじゃないですか、はい、全部見てて、なんかもうなんか楽しいでしょ。楽しい、みんな楽しい。コメントもさ、直美さん面白いっていうコメントいっぱいあって。いやいやいや、直美社長ここにも来るんですかとか。いやいや、ドイツも行くんですか。もう笑っちゃうんだけどね。でも本当にあれは本当になんか、あの、絶対ね、社長のファンつきました。いやいやいや、でも本当にね、すごくね、みるみるさんと一緒に旅行させていただいたことがもう本当に楽しかったし、すごい楽しかった。ね、本当ね、すいませんね、お仕事中。いやいやいや、ごめんなさい。うん、またね、なんかゆっくり今度ちょっと食事でも、ね、そうですね、行きたいと思います。みるみるランド、まあ、夏さんの旗が、旗なんていうの、なんだろう、シンボルが設置されます。やっぱりね、夏さんこれがないとね。ないとね、なんか夏さんらしさがちょっと。でも、すごい風強かったから立てられなかったんだと思います。あ、すごい。めっちゃ膨らむの早くないですか。早いね、あっという間に。めっちゃ強力これ。来たー。ぽよぽよ。でかいな。まだできない。なかなか起き上がらない。もうちょいです。じゃあ次、レクビーさん見に行きましょう。はい、こちらレクビーさんです。ここがね、FRP の防水になってるので、濡れても大丈夫だよっていう。素晴らしい。これがね、レクビーさんの売りだそうです。売りです。うん、で、これはファイルームになってますね。これイゾラ、キャラバンがキャンパーとソファーって書いてあります。おー、中広いですよ。リビングスペースがめっちゃ広い。で、前にキッチンがあるタイプですね。はい、お値段516万5000円。そして6人乗りの2人出身ですね。はい、こちらプラス LV ということで、8人乗りの3人出身ですね。はい、こちらもね、ガソリンで動きます。こっちはすごいね、広々してますよね。そうプラスこれなんか、特に何もない。何もない。え、じゃあここ足があったかく過ごせるよう的な感じなの。はい、こちら傘立てがあったりですとか、でここに開けるところがあるので、こんな感じで物も入れられます。で、広いリビングスペースがあって、ゆったり使えそうです。
いるよそこに。どうも。あもう逃げたよ。そこにいらっしゃいます。こんにちは、お久しぶりです。はい、で後ろから見るとこういう風にすごいね、すっきりした広い空間ですね。コロ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 できるし、うん、寝っ転がれるし座れるし広い。でちゃんと収納が両サイドについてるのと、プラスにあそこにファンがあるのでちゃんと空気の入れ替えもしてもらえるっていうのがいいなと思います。で、ね、あとここもね収納スペースとしてちゃんと使えるのがいいですね。ここに2つカーテンがあるのでプライベートスペースと、あと光もね取り込めるのがいいなっていう感じです。はい、そしてくるっと振り返るとこちらプラス SL。 あで突き当たりがキッチンなのは一緒、うんうん、あでこれはプラスだからかな。後ろが家庭用 冷蔵庫じゃない、家庭用のクーラーがついてます。はい、こちら後ろが部屋というか、お本当マルチルーム、ね、マルチルームありますね。おここもね全部パタンって扉があって仕切られてます。だから結構ね着替えるのにもいいスペースかなって思うんですね、うん、で、あとここにさっき言ったその家庭用、家庭用エアコンが嬉しい。はい、すみません、エアが約600万円ですね。はい、プラス SL。 キャンピングカー広島さんです。はい、ポップコーン EE です。こちらはバネット、バネットで、はい、バネットで5人乗りの大人2人子供2人バージョンで約450万円ぐらいですね。ポップコーン、で、ポップアップしてます。だから上に寝れて下も寝れる、うん大人気。こんにちは。中はこのようになってます。で横向きのやつですね、うん、そうそう、この横向きもいいですよ ね割と広いスペースでゆったりとくつろげそうな、で上も高いからね、開放感もあります。で14リットルの冷凍冷蔵庫もついていて、うん、シンクもついていて、という形で割とキッチン装備も充実してますね。そうですね、ピコ。こちら、400万円ですね。こちらライト S がです、ね、ライト S のポップアップルーム、6人乗りの4人就寝ですね。はい、この居住空間がねすごいなかなかいい感じですね。で横に寝れるスタイルですね、うん、でこちら側に冷蔵庫、冷凍庫プラスシンクがついているタイプです、はい、これは外からも見えますし中でも見えるタイプになります、うん、あこっちは出入りできないんですね。そうですね、開くけど出入りはできませんと。みるみるランド、はい、アドリアさんの方見ていきましょう。アドリアさんです。ヨーロッパ車、なんかね、ドイツを思い出しますね。ドイツ思い出しますね、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。こっちがフィアトリカと5人乗りの5人就寝ですね。マトリックスプラス M670 1000万超え。これスロベニアから輸入してますね、1000万超え。はい、こちらはツイン。あーこれゆきさんが好きなツイン600、はい、これ852万円です。ツイン 600SPBGB ピアットディカと経由で走りますね。851万円です。おー、こ
明るい、ね、めちゃくちゃ明るい。このタイプいいな、明るくって。窓が上ね、ガバーって開いてて、そうそうそう。でリビングスペースもしっかりゆったりしていて、うん、あそこにマルチルームがある。マルチルーム広いよね。で常設の2段ベッド、あ、2段ベッドっていうかベッドですね。2段ベッドではない。2段ベッドではないです。でここに何ですか、ね、シンクとコンロ。シンクコンロ、はい、2口。どっちがここですか。あ、手前シンクなんです。はい、こちらもアドリアさんですね。大きいバースコーンですね。ソニック、すごいな、1700、うん、これはフィアートデカトで軽油で走るタイプですけど、ちょっとだけ前。わ、広い。リビングスペースくるってなってて、上はね、こんな感じで窓もあるんですけど、ここね、多分プルダウンベッドになってますね。で、すっごいいっぱい収納がありつつのキッチン。中見えるかな？中、見えるか。はい、奥の方にベッドと、あとはマルチルームも見えます。はい、こんな感じです。ダーウィン Q3 バンコンです。バンコンですね。このマットが、うん、秀逸なマットね。このマットいいね、良さそうな、見るからに良さそうな、ふかふか。あれかな、やっぱりオプションなのかな。いいな、上のさ、あの収納がすごいね、両サイドのそう、あれいいですね。カーブがかかってて、かっこいいし、収納かなり入りますし、この下の収納もしっかりしているから、うん、荷物はすごい詰めますね。あ、で、ね、ここをサイズできるんだ、ダーウィン。あ、だから広いんだね。だから広いんだ。すごい、なんかなんていうんですか。ファンルーチェさん。ファンルーチェさん。いや、ファンルーチェさんもね、大きいですよね。イプラス 5X ってなってます。カメラードベースですね。あ、結構ここね、今使ってらっしゃいますけど、かなり広い室内になってます。浴室が、うん、で、上の方にベッドがあるんですね。はい、で、ここはやっぱりすごい大きな窓がついてます。ああ、ね、これはハイエース？これハイエースが、前がハイエースで後ろを仮装してやる、お値段が683万円。はい、中はまずここ冷蔵庫があって、うん、でリビングがあって、後ろがベッドスペースです。ベッドスペースって2段ベッド？2段ベッドじゃなくて普通のもうね、フラットなベッドスペースーで、エアコンもついてて、なかなか快適。いい、はい。でこっち、バンクのこれはベッドじゃなくて荷物入れみたいな感じです。6人乗れば4人就寝ですね。あ、ここ格好がある。ベッドの下が荷物、ラゲッジルーム、割と広い。結構広いですね。広め。あっちがセレンゲティ。このね、荷室が後ろについている。こちらは740万円。7人乗り。はい、大人5人で子供が2人就寝です。はい、で中を見てみると、こっちはバンクベッドになってるのかな。ここがおー、なってますね。ベッドになってます。そしてこのリビングスペース、ここもね、かなり広いですよ。これで、そこが展開するんですよね。ね、ここベッド展開されて、でこっちはね、2段ベッドになってます。後ろが常設2段ベッドで、ここが、シンクとかがあって、キッチンも割と広い、広く使えます。今日はね、めちゃくちゃ天気がいいからね、人もいっぱい来て賑わってます。大賑わいです。はい、そしてね、やっぱり結構広いので見応えがありますね。そうですね、
そして、こちらがキッチンカーとかが並んでいてフードコートになってます。休憩所もあります。なんか美味しそうなのがいっぱいありますね。焼きそば、プレミアそばの全部のせい、全部って何が乗ってるんですか。卵と肉と、うんうん、ネギと、なんかホルモンが乗ってるみたいですね今。すごいね、ホルモン。美味しいですか。はい、入ってこっちリビングとでかいバンクベッドスペース、うん、広いねこのリビング。そう、リビングが広い。でそっちがキッチン、キッチンで、しかも下がこう洗えるタイプ、防水、防水、はい。